ジョナサンですよ。ジョナサンも行きましたね。今さですけど7時から開くんですよね、ジョナサン。まだ、え、今もう今ギリかちょうど開きました。7時か今の。いつもやったらあれやな、全然起きてまだバルココンペあと何千いきますみたいな。ちょっと死にそうな顔してなかったですか。ワンちゃん多いな。シジミを連れてきたかった。ここで座って心安らかに飯食えたがないと無理やな。ジョナサン行きますよ。この距離だとノーリードやしな。来たら終わるんですよ。あの犬が噛むと思えないけど、やっぱこう脳裏に刻み込まれてるんだよな。最初に何の犬に噛まれたかって言われません。ちっちゃい犬やってんでも言うてた気するけどな。それが何かも覚えてないんじゃない。思い出したくもない。今日はどっかに蓄積されてるんだ。心理カウンセラーにちょっと通わせて、記憶掘り起こしてもらう。情報を取り起こして、実は噛まれてなかったっていうふうに改ざんすればいいって。可愛かったね、あの犬みたいな。なぜなぜしたね。一円してない。一円してない、うん。した方が良かったんじゃない。忘れてたんじゃない。チンするもんなんですかね。そんなに。そうでもないか。開けないでよかったな。これで食べてた、うん、よく考えられてますよね。日本のほんまそういうもんってめっちゃ考えられてたよね。海外とかでめっちゃ適当やん。ただでもなんかそのスーパーでバイトして思うのは、だいたいちっちゃいものって上に重ねておくじゃないですか、うん、なんかそこはあんま考慮されてないなって思って、うん、もうちょっとなんか置きやすいようにすればいいのにな。コンビニは全部デザインできるから、それができるんでしょうね。スーパーよりもコンビニの方がマーケティングの権限ってことね。うん、そうですよね。これ取りたくないですか。チュンチュン、スズメ捕まえて食べる。捕まえられますか。スズメもあれなんか餌撒いたらこれぐらいやったらさ捕まえられそうじゃない。餌撒ご飯粒撒いてさ売ってるとことかさ。かわいっすね。あ、はい、あれカラスでスズメ食いますか。どうやろう。なんか歯とどんどん近づいてきたらちょっと怖いんですけど。舐めてんのかお前。やらねえぞ。一くんやったらあげたかもしれないけど、俺はもうこの手の観光地とかにいる鳥に厳しいから、ね、みんな餌あげまくってるやろ。どんどん近づいてきてるのがめっちゃ怖いんですけど。スズメ、スズメ、スズメ行け、スズメ行け。そんな近くいる。でも痩せてんなあいつ。結構痩せてますよね。所長。うん。めっちゃ。うん。あ、このスズメちゃんかな。あ、逃げた。やらねえよ。なんかこの鳩かっこいいっすね。餌はお前自分で狩りをしろ、狩りを。今これ喋ってるのが結構無駄に動画の中で後半を締めろこれ。そうですね。まあ観光地行ってはいますけど、やってることが共同生活みたいなものなんで、うん、そうですね。リラックス。いやでも思ったじゃない。でもビジネス向けの、ビジネス向けに作った家だな感がすごい。すごいですよ。うさんくさいセミナーみたいな、炎の講演家のパチモンみたいなのが、うん、どうやるのこれ。すごい、階段に音が鳴るのが気になるんですよ。音？あの歩くと音鳴るじゃないですか。あ、そういうことね。なんか幽霊が出てるのかな。
近くに昔住みたいって思ってたことあったけど、やっぱりあれなんだね。潮風とかで建物とかめっちゃ痛むし、ね、なんだかんだ考えたら車もそうじゃん、うん、車もめっちゃ痛むやん、錆びるやろマジで。なんかあの錆びないようにするあれを結構車の裏側に吹きかけるって決めました。特殊なメンテナンスをせなあかんっていうのがすげえめんどくさい。どうせそうするのはやっぱりジムに乗りたいです。定住するのか向いてるのかどうか悩みってのか分かんなくなってた。定住、はい、まあでもあれよね、そのがっつりそのもし将来お金あったとして金出して家を買うかってあるんじゃない。でも ロマンだしたら分かるんですね。しじみさんは変わらそうな金が、うん、でこの電車ばばみんなですよみたいな感じでなんかもう俺の個人じゃなくて、J ラボの法人の持ち物としてやったらいいかなって思うけど、個人で持ち家はもういらんわ。ひろゆきにバカにされんで家買ったらやる。賃貸でいいでしょ。僕の周りはどんどん金が跳ね上がるんでいいです。持ち家ないんで、家具。ん？どうして家を買うかね。家の周りはほぼ確実に、あの土地も値段上がりますし、うんそういう場所やったらまあいいかもしらんけど、あれ別に普通にマンションとかも買うて2年ぐらいでまた売ってみたいな人が賃貸で借りてたより安く売ってみたいな、いろいろ計算したらそっちの方が安かったりする、うん、そういうのは車もそうですよ。車な、田舎の人たちはでも車もドーンと買うけど買わないんかな、都会の人たちは。その僕はでも多分お金目的で車買いますね、高いやつ。ああ。ありますよ。お金目的って言ってくるから、でもそれ、そういう資産価値のある車に乗るってこと。だからフェラーリとかですよ。ただフェラーリ何がいいかっていうと、メンテナンス7年間無料なんですよ。あの、そういう、あの、定期的なメンテナンスが。うん。それだったら結構ありじゃないかって。でかつ頭金をいくらでしょうか、1000万ぐらい払ってからの分割にして2年か3年ぐらいで売るっていうやり方にすると、あのほぼ BM 乗るのと変わんないぐらい。メンテナンス無料って、でも部品壊れたら部品代はそれはかかるんですよ。メンテナンスしてくるんでしょ、故障の見つけてもらうだけの話で金かかるやん。ですけど壊れにくくなってるんで。どうなん、壊れ具合は。あんま壊れない。昔よりは全然マシだと思うけど、知らんから。あの最近めっちゃくちゃ良くなったらしいです。数年前までまだあんまりって感じ。ランボルギーニあれでしょ、もうアウディの資本も入って全然壊れないんちゃう。そうですね、やっぱドイツは偉大やねん。ドイツは偉大ですけど、やっぱあの挑戦っていうのがあんまないし。ランボルギーニは何、やっぱ面白くなくなったの昔に比べて。いや僕ランボルギーニ好きですよ、まあ、今でも。ただ資産価値的に、うん、あれなんです、フェラーリのマイナス 10% なんで。なんじゃん、あの売る時の料金が買ったやつを標準した時、うん、何割ぐらいになるかって見たら。いや、それで車の好き嫌いを決めるのはやめた方が良くないか。そうですよ。あ、じゃないですよ、僕が言ったじゃないですか、お金のためにって言ったらそれなんですよ。僕それでなんかランボルギーニって車とフェラーリっていう車どっちが好きかみたいな。僕だったらあの歴史的にもそのデザイン その哲学的にもランボルギーニが好きなんですよ。ただフェラーリはフェラーリ興味があって、
どっちが好きかって言ったらランボルギーニなんですけど。でも資産価値でフェラーリを選ぶ、それはどうなるの？多分あの資産価値でフェラーリを選んで買ってお金をちょっとあのどんどん上げていってからあのランボルギーニ買うっていう、うん、まずでもそのフェラーリを買うっていう前提な、そこからそう無理して買おうかなと。そこからやる。で今あの値段が下がらないフェラーリは、それがあれなんですよ、あの NA のエンジン、うん、使ってるやつは値段が下がらないので、自然吸気のやつ、はい、でそれ中古で探したらまあまあの値段のやつがあるので、最初そこからスタートしていいかな。それをそんなつもりやったのに事故ってボコボコにしてみたいなのどうする？なんかありそうですよ。もう資産価値終わり、ちょっとそれ怖いんですよ。僕それありえそうで、こうね。でもそれやった場合でも残るお金は絶対そっちの方が高いんで。それでも、あ、そう、あのバナージリンクしたパチンカする。あの世代のなんかちゃんと動画見たりするじゃん。アラフォーですかね。アラフォーだとちょっと余裕があるんですか、うん、30代ぐらいってなんかあの地域もあるのか。それでも旦那の経済でこのぐらいの余裕は。熱海は経済力があるんですか。熱海はでもどうなんだろう。群馬っていうのが味噌です。群馬。え、こぐえ、あれ？ちょっと待って。これ動画で出すで。いやちょっと待ってください。またやらかしかした。ちょっと待ってください。いや場所を考えたら分かる。群と東京と大阪の間ですよ。はい、名古屋とも。やらかしました。うん、静かな静岡です。静岡ですね。吉田芳生は群馬でしたっけ。これどうしよう。こうやってパッて見た時にカンカンとかゴミとか捨ててるやつ信じられないんだよ、本当に。信じられないです。なんであんの。まあ多分大学生ですよ。いや一瞬待っておっさんか。大学生は意外と。おっさん。なんでそれ終わってるんだもん。一周回ってそう、でもしそうなの、そういう人たちなんですか。イメージとしては大学生とか学生化しそう、女子大生がやってそうな気がしなくて。マジか、わかんないですよ、わかんないですけど。どうしようこれ、半熟卵なの、あれについてたやつだろ。うどんめくってんのか。うどんのやつですよ。うどんの王国、それはちゃんとムイムイして入れましょう。非常に難しいです。もうちょっとむいたらそのままポロって崩しながら入るんじゃん。ってことを願ってる。むく場所が悪い。なぜ横を向くのか。卵というのはその、割ってひび入れたのが横だった。一番剥きやすいのはその卵ってこう形してるやんか、はい、このここらしい、そこちょっとへこみがあるから。ああ、うん、もう行けますよ、ね、それひっくり返したらもうなんかこぼすをもうそのままぐるんと、うん、ちょっと残った感じがしていいだろう。ベトベトですよ。最低だみたいな。その手をどうする。信じます、最低だみたいな。これで伝わるのがちょっといいですね。だからもう有名なネタだから普通の人も伝わるから。ちょっと手洗いたいんですけど、何ですか、うん、捨ててこげ拭くしかないです。所長から持ってたら。エヴァも最初はああいうちょっとまあ尖ったじゃないけど、なんか描写にいろいろあったんがすごいもう丸くなったよね、最終的に。最後だってありがとうあるじゃん。新劇場。ちょっとこれ手洗ってました。マジですか。
ないですかね。ないでしょ。あそこでも手洗って、さっき家に行って、